お疲れ様です。ソータです。今回なんですけども、フォッシュボットさんからね、タブ12というタブレットを提供していただいたので、使ってみたいと思います。殿下の宝刀と呼ばれてるみんなが楽しみにしているのはね、このカミソリで段ボールを開けるシーンでしょうね。ここは絶対入れましょう。こう中のね、箱を傷つけずに、上のプラスチックだけ切っていくのがプロですね。まあ、まずね、初期設定だけ終わらせました。で、まあね、こんな感じでホーム画面がなっているんですけども、おそらくね、このホーム画面からして、まあ、タブレットのね、構成は多分 Google メインになると思うんですけども、画面はですね、触り心地サラサラというよりは光沢のあるキュッキュッっていう感じですね。まあ、僕はね iPhone 使ってるんですけども、ただね、まあ、パソコンとかは Windows なので Google 構成結構やりやすいですね。まあ、ただねこのストアが Play Store なんで iPad とか iPhone でね普段 Apple Store 使ってる人はね、まあ、これ慣れるまでちょっと必要かもしれないですね。まあ、でも基本的に入ってるアプリとかは、まあ、よっぽどない限り、まあ、大手とかのアプリは、まあ、Google にもあるので。で、まあ、タッチ感度なんですけども、タッチ感度に関してはですね、ちょっと iPad とかに比べると一瞬ちょっと重くなるような感じがね、ちょっと気持ち的にあるんですけども、まあ、ただねこれめちゃくちゃそもそも値段が iPad に比べてはるかに安いんで、まあ、そういう意味ではね、まあ、機能とかも考えた上で、まあ、別にそこまでめちゃくちゃ気になる違和感っていうわけではないですね。回線速度もね、まあ、Wi-Fi に接続してるんですけども、 YouTube とかもね普通に難なく見ることができます。そう、これお絵かきしようと思ったんですけど、これ僕普段 iPad で書いてるから Apple Pencil なんですよね。で Apple Pencil これタブレットに動作できなくて、これちょっと指で書いたんですけど、ちょっと難しかったですね。ここちょっと僕のミスです。別にねこういうタブレットでも使えるタッチペンもう一本あったんですけど、今ね弟に貸しちゃって弟が持ってっちゃってるんですよね。画質もね問題なくいい感じでございます。で、まあビデオカメラとかね、ちょっとカメラ機能やってみたんですけども、まあこれねそもそもカメラじゃないんで、画質動向って言っちゃうとね、やっぱ iPhone とかに比べるとカメラの画質は衰えちゃうと思うんですけど、普通にね面白かったですね。この両手でこう指を合わせてねぐるぐるやるとズームしたりできるっていうね、これ初めて知りましたね。電子書籍だけは絶対にね Google 構成のタブレットで見たいっていうのがあったんですよね。なんかわかんない謎のこだわりなんですけど、まあ、それねなんか夢叶えられた気がして嬉しいですね。ありがとうございます。さあ、それではね、フォッシュボットさんのタブレット、シンプルに特徴をまとめたいと思います。まずね、画面は11インチ、そして Android 14.0 の OS、7000mAh の大容量バッテリー、そしてストレージが 256GB となっております。まあね、基本的にみんながタブレットとかで知りたいポイントってこういうとこだと思うんですけども、まあ、やっぱり驚いたのはね、軽さですね。めちゃくちゃ軽い。一応ね、軽さとしましては 493g の軽量設計になっているそうです。そしてディスプレイの方はね、フル HD ディスプレイとなっております。そしてね、お値段の方なんですけども、楽天の方で 24,980円となっております。まあ、ぶっちゃけ一番驚いたのはここですね。まあタブレットとしてはぶっちゃけ破格っていうぐらい結構安めですよね。カラーはねブラックとグリーンの2種類があります。またね付属品もシンプルで非常に分かりやすいです。まあメインはねコンセントと充電器のケーブルで、ケーブルの方はねまあタイプ C ですね。フォッシュボットさんのタブレットを紹介してみましたけども、いかがでしたでしょうか。気になる方はね概要欄の方に公式ページとリンク貼っておくので、よければ見てみてください。それでは今回はこんな感じで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。